両方を嫌いだし。で、僕の好きなものって、僕が作るものとかやるプロジェクトにはよく影響するんですが、まあ、ミュージックやネイチャー、自然っていうのは結構好きで、そういうエッセンスを自分が作ってるものに、例えば、こういうカップリンス、ネイチャーの自然にある貝のモチーフを使って、まあ、僕から見るとちょっとミュージカルでもあるっていうようなものも作ってるし、あと好きなのは、花。お花といえば女性ですね。まあ、そういうところでどうやってそれを、作品に影響するというのは、まあ、ロマンス。ロマンスで言ったら、僕は、フラワーホルダーと言いまして、この、ラペルにつけるフラワー、生花のフラワーなんですが、まあ、こういうものを作ってます。で、こういう、フラワーホルダーをつけると、かなりロマンティックな男にもなるし、まあ、つけた自分にもロマンスにも出会うかもしれないし、あと好きなのは、車と、バイクや自転車や、まあ、乗り物、まあ、ある人たちは、まあ、女性も乗り物って言うんですが、でもそれは別のトークなんですね。あんまり朝から。で、そういう、まあ、好きなものを全部こう、なんて言えばいいのかな、ちょっとエッセンスを取って、まあ、これはスタイルという、僕が、このブランドを作ったんですけど、そういう好きなものを全部ちょっとずつつまんで、で、フードもファッションも結構好きで、美味しいもの。で食べ物、なんか美味しいものを食べに行くときと、その時のファッションも、サポートしてくれる束。例えば、結婚式なり、ちょっとさ、いい、お出かけのとき、まあ、こういう、まあ、携帯、財布、名刺、そのぐらいしかいらないときって、まあ、こういうカバンとかを、使うといいんじゃないかな。あと僕が好きなのは、thinking。よく考えるんですよ。で、今、よく考えると、いろんな、不安材料、いろんなこの世界どうなるんだろうということで、結構ね、みんな悩ませてると思うんですが、まあ、その中で、僕らは、自分たちの、両親と、全然違う世界に今、生きてますね。例えば自分たちの両親は多分そのいろいろ今がもう作られてるんですが、僕らは今作ってる、今も作ってるし、そのこれからの将来も作ってる、実際今それで、まあ、僕は子供の頃ってそんな感じ、今作ってるっていう気持ち全然ならなかったんですけど、やっぱりそのメッセージをちょっと皆さんに伝えたくて、今作ってるから、この部屋の中に皆さん結構いろんな優れてるプロジェクトやいいことをやってると思うんですが、まあ、簡単なことは自分はあんまり何もしてないなと思う、自分も大事な役割をしてるんですよ。だから、これから先に、Do something、 何かいいことを、今を作ってるから今をなんか何かしてっていうメッセージを朝から、皆さんにお送りしたい。そうだね、僕らがやらないと欠かしならないんで、一つ僕が今やってるプロジェクトは1212デジタルマガジンっていうプロジェクトで、まあ、その今作っていきたい人々が集まっていて、まあ、いろんなトピックス、ミュージック、音楽、ファッション、フードとかそういうトピックスも入ってるんですが、まあ、この1212デジタルマガジンはこれから、ソーシャルネットワークもつけることも決定しますので、よろしくお願いします。それで今日は、まあ、こういういい朝の、まあ、田舎の朝なんですが、いい日という気持ちを心に、入れちゃって、でいい日を過ごしてください。ありがとうございます。
for that. Wow, really nice message. That's a pure soft sell ですね。あまり固くないで、値段とか出さない方がいいんだけど、でもロジェはすごいスルーとかクォーとかあまり値段見てないで、全然問題ないですね。でも、いいですか、do something ですね。大体もう、the whole point of projectionite is that anybody can present. So that's my big core for anybody that wants to present at the next projectionite here. Please get in touch with Endo-san. And you can stand on the stage too or with us and present at projectionite. Nijimai, Nijibyo, Stutsu ですね。Okay, Yatabe-san is up next. Domo.おはようございます。矢田部義彦と申します。これまだ始まってないんですかね。はい。ですね、明日から東京国際映画祭っていうのが六本木ヒルズを中心に開催されるんですけれども、ちょっとそのお話をしたいなと、思っております。第23回東京国際映画祭なんですけれども、ちょっと最初にしっかり自己紹介するようにと言われて、僕は1分ほど取ってしまったんで、次の3つのスライドはちょっと僕の話をしたいと思うんですけれども、明日から始まる東京国際映画祭は200本近くの作品を上映するんですが、いかに僕はそこに至ったかということなんですけれども、もともと1991年に、日本興業銀行という、銀行に就職をいたしましてですね、まあ、バブル末期だったんですけれども、まあ、黙ってれば今、みずほ銀行の社員だったんだろうなということなんですよね。で、銀行入って3日目で後悔しましてですね、あ、これはやばい、全く向いてないなと思って、数学が苦手だったんで、でもちょっと頑張ろうと思って、この写真よくわからないんですが、一応これフランスのフォンテンブローにあるミツヤードというビジネススクールなんですけれども、やっぱり MBA に取るかって言ってですね、頑張っていったわけですけれども、全くダメでですね、ずっと映画を見てました。当時から年間300本以上の劇場で映画を見てまして、その後いろいろな紆余曲折を経てですね、みずほ統合前夜に退職しまして、10年やったんですけれども映画の仕事に入ることになりました。で、ちょっと、いろいろその後トライアスロンとか始めて怪我して、骨折して金髪にしたりとかそんなことがされたんですけれどもそもそも映画祭って何ぞやってことを皆さんにお伝えしたいんですが、一番有名なのがカンヌ映画祭だと思うんですね。これ5月に行われるんですが、基本的にカンヌ映画祭というのは業界のお祭りでですね、あんまり一般の人は実は見に行けないんですよ。だから世界中にもいろんなタイプの映画祭がありまして、一説によるともう2000ぐらい世界中にあるんじゃないかと、言われています。で、これは例えばチェコのですね、僕が大好きな映画祭なんですけど、カルロビワリというですね、伊香保温泉と姉妹都市になっている有名なモーツァルトとかも初期温泉に行ったという町なんですけれども、そこで行われているカルロビバリインターナショナルフィルムフェスティバルという、とてものどかな映画祭があります。まあ、たまたまこの写真が一番綺麗だったのでこれ選んだんですけれども、世界中で行われているわけですが、もう一つ映画祭の大きな機能としてはマーケットですね。映画をそこで見せるだけではなくて、隣にマーケットというのがあって、ちゃんと映画を売る人、映画の権利を買う人というのがお見合いできるような、場というのが設けられています。で、カンヌはそれが一番有名です。カンヌマーケットで、TIFF、東京インターナショナルフィルムフェス用にも TIFF コムというマーケットがあって、ちゃんとこの、上で、やってますということなんです。で、映画祭は200本ぐらい東京の場合は上映するんですけれども、絶対あったともあんまり分かんないんで、いろんな部門に分けてます。特別招待作品というのは、お正月映画をいち早くご覧いただく部門ですとか、あとは今後日本で公開されるかされないか分からないような作品も、どんどんこれは映画文化を盛り上げるということで上映していくんですね。で、一つそのコンペティション部門という、メインの部門があるんですが、これ去年の、グランプリを取った作品で、イースタンプレイという作品なんですが、これは映画祭の時はまだ日本公開が決まってなかったんですけれども、映画祭の最終日、グランプリを見事受賞しましてですね、グランプリを取ったことを日本の配給会社さんが見て、おお、これはいいじゃないかということで、権利を買って、日本公開が決まって、その日本公開が土曜日から公開されますという、とてもいい映画のビジネスのサイクルを作っていくっていうのも映画祭の大きな役割だと思います。で、作品紹介にドドッと入るんですけれども、これブライトンロックという作品で、これはコンペティション部門に出品されている作品です。で、イギリスのグリアム・グリーンが書いた傑作ですね、ブライトンロックという青春犯罪小説の古典的名作を、2回目の映画化ですね、40年代に映画化されたんですが、これをもう1回リメイクしたと。で、今のこれは舞台が1930年代なんですけれども、1960年代に実際に背景を変えて、当時のもうスイミングシクスティーズですね、行かれる英国若者文化というものを背景に持ってきたと。で、さっきバイクに乗ってたのが主役のサム・ライリー、これはコントロールという作品で、ジョイ・ディビジョンの、ヤン・カーティスの役をやった人ですね、この手前。
で彼がチンピラなんですけれども隣にいる、女優さん、女優さんというかアンドレア・ライスボローという女の子と、愛と裏切りの物語を展開していくというですね、非常に優れた作品なんですが、これもイギリス、ヨーロッパの今年の大話題作なんですが、日本の公開は決まっていません。続いてワールドシネマという部門から一つ僕が大推薦したいのが、素数たちの孤独という、ここから違う映画です。イタリア映画なんですけれども、ストリートオブプライムナンバーズという、イタリアの大ベストセラーの映画化なんですけれども、控えめに言ってこの監督は天才だなという感じです。シルビオ・コスタンツォというイタリアの30代前半の監督なんですが、これが3本目かな。このアリーチェとマッテアっていう2人の、男女の長年にわたる、関係を見つめていく作品なんですけれども、2人ともトラウマを抱えてですね、心に孤独を抱えていると。でそれがどういうトラウマだったのかっていうのをずっとこう、時代を聞きしながら描いていくんですけれども、ものすごい世界観が構築されていて、これは火曜日の11時半、チケットがまだまだ取れますのでぜひご覧いただきたいと思います。今度の火曜日ですね、カミングチューズデーです。でも大傑作です。小高いわけではないんですけれども、この女優さんはもう天下を取ります、今年絶対。これはですね、いきなりカエルなんですけれども、東京国際映画祭はエコ、グリーンというのを一つテーマに掲げているんですが、人間と自然との関係を考える部門ということで、ナチュラルティフという部門がありまして、衝撃の一本が今年僕が一番びっくりしたのは、このそのカエル最強につきという作品なんですが、オーストラリア映画です。でオーストラリア ですね、1930年代に農地でですね、害虫駆除のためにアメリカから外来種のカエルを輸入したんですね。そしたらそのカエルが害虫食べるどころか、ものすごい凶悪なカエルでどん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 増えてしまって、今、数十年かけてオーストラリア中を征服しようとするくらい増えてしまった害虫ガエルを何年もかけて追っていたドキュメンタリーなんです。でこれ普通に抱えてますけれども、テレビでですね、今日のカエル前線とかでカエルが壊れてきましたっていうのを報道してるんですね。で裏庭にも来たとかって言って、一人でびっくりするんですが、実はこれ犬が噛むと毒で犬が死んじゃうというですね、ものすごいカエルなんです。でも本当に驚愕のこういった自然ドキュメンタリーを、上映したりしてます。で、まあ、明日今頃ですね、まだか、午後になるとこういうグリーンカーペットというのが、欅坂に光りまして、まあ、いろんな有名な方々が歩いたり、歩かなかったりするんですけれども、大きいとですね、華々しく明日迎えたいと思います。で映画祭公開されるのは一般の人見れないんじゃないかとよく言われるんですけど、普通にチケット買えば見られますので、ぜひよろしくお願いいたします。Thank you for that wonderful presentation about the Tokyo International Film Festival. And we have Roger with the soft sell, and Yatabe-san with the hard sell. That's pretty good. Soft sell, hard sell. Yes. So I'm going to pass the mic over. Okay, so thank you for coming. That was the last presentation. The next projector night's breakfast, projector morning, get it right, is on the 15th of November. So please come along. It's fantastic to see so many people here. I think it's over 100 folks again, so pretty amazing this time in the morning. Feel free to stay behind and have a chat to the presenters, and we'll see you next time. Thank you very much for coming. Thank you, Lindsay.